ちゃお。あちゃんです。あちゃんは、陰謀論とか、ああいう、なんていうのかな、最近結構ね、語られてるアメリカ情勢とか、そういうのにすごく興味はあります。で、陰謀論じゃなく、本当に実際起こっていることやと思ってます。ちゃんとやっぱその辺も、なんていうか、一応真実として出ている情報とかを見極めて、あちゃんは、配信してます。で、その中でね、この動画はね、一部のね、大手って言われる、そういうなんていうかな、いろんな情報を配信している人たちの間違った情報を訂正してほしいなと思ってこの動画を上げてます。別にその人を叩いたり、そういう動画ではありません。そのことをご了承の上、この続きご覧ください。今回ちょっと2人3人4人ぐらいの YouTuber さん、もうちょっとおるかなが、前回のね、前回この前のね、2月の13日の地震のことを人工地震って言って騒いでる人がいてる。で、数人が人工地震、あれは確実人工地震、TR3B によるプラズマ砲で地震を起こしたとか言ってるけどもね、辻褄の合わない点がめちゃくちゃあんのね。で、そんな感じで騒いでて、絶対人工地震やとか言ってるけど、プラズマ地震で日本が揺れるほど大きな地震は起こることはないです。それと、今回の13日の地震は震源地下60何キロ。人間の力で到底掘ることのできへん海底60何キロが震源によることによって、日本全国が揺れた。浅いところやとね、その近くがドスンって揺れるけど、日本中揺れるのはかなり深いっていう証やねんね。それを、表面にプラズマ当てることによって揺れる、ありえへん。やっぱり、それがね、ありえへんことがありえんのが今の現代技術。自分たちのね、この感覚の中で起こってること以上のことが起こってるって言われたらそうかもわからへんけども、まずそこでありえへんところが一点。それと、人工地震、今回の人工地震やって言うんやったら、プラズマが起こったから人工地震。じゃあなんで揺れた後にプラズマが起こってるんでしょうか。揺れる前に、ライブカメラっていうのはね、地震が起こってから撮ってるんじゃない。ずっと撮ってる。それが、テレビユー福島って言ってね、福島の、市内、それと郡山の市内、それと、小名浜とどこやったっけな、会津かの4点カメラをね、常時撮ってるカメラがあるんだけど、そのカメラがね、当日、映してたんが、NHK がやってる福島、NHK 福島から撮ってた画像、スパークが4つ5つぐらいパンパン光ってた、その画像ではなく、もっと手前、テレビ福島から撮ってるところから遥か遠いところでピカ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 って光ってんのね。それは多分その NHK が撮ったところの遠目からのカメラやと思うね。でそれと、みんなそこで騒いでるんやけど、全然情報として出てないのが、郡山市内でもスパークが5つ6つ7つぐらい光ってんのね。でそれはあちゃんにすごい気になってて調べました。で、テレビ福島じゃないわ、テレビ NHK 福島から撮ってた画像で光ってた場所を地図で見ると、おそらくね、おそらくあっちゃんの感覚で見るとね、地図の上で見たら、一箇所ね、一番近いところ、カメラの右側でピカッて光った青い線香、あれがね、東北電力の変電所で、他のところは、いろんな町の中とかそんな感じやと思うね。それで山の向こう側っていうのがあったんやけどね、福島は。で郡山の市内で光ってるところは桜通りの、駅から、駅のね、ヨドバシカメラのところからまっすぐずっと桜通りを行ったらキュッと左に曲がるんだけど、左に曲がった角のところ、左に曲がったところにお寺がいっぱいあるのよ。あの辺りお墓がいっぱいあるんだけども、そのお墓の周りのところら辺で線香が何本か光ってる。青い線香、オレンジの線香が光ってんねんけどもね。でそれを見てると、福島、今ね、前回の 3.11 の、地震の後、大通りの電柱は埋められました。でも大通りから中に入った街中はもう所狭しと電線が走ってるのね。地震で電線が動くことによってスパークします。トランスがそこでオーバーヒートっていうのかな、電流が超えた場合、火災とか起こらないように電柱にこんな丸い塊やね、ゴミバケツみたいなやつ、あれかなりでっかいんだけど、あれが許容範囲を超えるとドンって火を吹くのよ。トランススパークを起こすねんけども、トランススパークを起こした画像をあっちゃんは探しました。京都、沖縄、外国でトランススパークしてんねんけど、
ほぼほぼあの光り方です。ものによったらオレンジに燃える場合で、ものによったら青白く燃える場合、スパークね。で1回2回パンパンって同じところが光ったり、2つつ入れるからね、それが一発パンで終わる時がある、うん、これってね、家がいっぱい家があってね、電気をいっぱい使ったりする、言ったら契約電気以上の機器をつないでバーンって一発それを使う瞬間せーので使った場合、トランスぶっ飛ぶのよ。なんでかって言ったら電線が燃えへんように、要はヒューズの役割やねんけど、あれがドンって爆発した時にあの青白い線香を出します。で 逆にね、人工地震を疑った場合、 TR3B から、プラズマ砲を撃った、ってなるとかなり低い低空飛行しないと不可能です。だって飛んでるところからプラズマをビリ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 って落としてからボンって燃やすんだから、楕円形の火柱が上がらないと、こっから何も上がってんのに地上から放射線状にボンって火柱上がることはないです。で、地図で見てるとね、ほとんど電線が密集した住宅地とか、東北電力の基地、あとね、郡山のね消防署と、あの隣なんやねんやろ、どっかわからへんねんけどもね、消防署があるところ、鉄塔立ってるところ、そこら辺でスパーク起こってました。でその辺の裏のところら辺にやっぱり電線が密集してるところがある。あと郡山はね3カ所か4カ所スパークしてるのよ。だいぶ探したよ、どこか、うん、だからそんな感じ で福島の方は、東北電力の変電所から火が出てる感じ、場所的に絶対悪やと思う。で、あと他のところはその近くまでスパークしてるけど、その近くまた電線密集地の住宅地やと思うね。だからいろんなところパンパンパンできたから、最終東北電力で、放電さしたんちゃうんかな、か集まってきて放電したんかもわからへんけどもね、みんな安全装置が働いたんかもわからへんけど、安全装置働いてもトランスパーン燃えた時にあの線香を起こすからね、うん、で、電柱スパークとか、トランススパークとかで検索すると動画出てきます。で、TFU の情報カメラっていうので見てもらったらね、その当日の、あそうか TFU で分からへんのか、そのね当日の地震のね TFU のビデオを出してくれてる人がいてんのね。その人とは今連絡取ってない、許可取ってないから貼ることはできへんからね、やねんけども、そういうのがあったりします。で NHK のスパークも見てるから、 NHK のでね見たら、 NHK から Google マップ見たらどこに何あるかって大体わかるでしょ。で福島郡山の方はおそらくプラネタリウムあるところ、名前知らないけど、ヨドバシカメラから新幹線で、もうちょっともう一回、プラネタリウムで20何階建てのところ、多分20何階ぐらい、22階か3階か知らんけど、そのあたりにカメラがあるはずです。でそっから撮ってるんやと思うね。だからそんな感じで見ていくと、桜通りがまっすぐ行って、キュッとこう曲がんねんけど、桜通りのキュッて曲がったところら辺の内側、ちょうど大きなお寺があるところやねんけど、その辺でスパークが上がってんねんね。そこのところの裏の住宅地ら辺っていうのは、電線密集してんねん。その桜通り自体はもう電線ないんやけどもね。だからそういうところを見ていくとね、まあまあ、ほぼほぼ 100% あれは人工地震ではないでしょう。地震に乗じて、地震の起こることは予知できへんけど、地震起こって停電が起こったっていうことで、あえて東京とか山梨の方で停電を起こして何か作戦をしたっていうのはあり得る話やと思うんだけどね。で、それをワシントンから連絡が来て、人工地震でしたって、3回のスパークでって言うけど、3回じゃないです、スパーク5回起こってます、福島。で、郡山の方は7、8回起こってます。で、いろんなところでスパーク起こってんのね。それも、情報として、間違えてる。でそれが、光側じゃなく、ダークサイド側の、悪あがきあって、そのワシントンがやって、ちょっと違うな、これはもう完全な陰謀論を超えて乗っかった嘘じゃないのかなとあっちゃんも思ってしまった。でこういうことを配信することによって、やっぱりお目覚め仕掛けてる人もなんかこう違った方向を引っ張られてしまうんじゃないかなって。で昨日その地震の後から生配信やってたね、その人じゃない人やねんけども、もう TR3B が確実に落としたとかそんなこと言ってるけど、じゃあそれをしてたんやったら、福島の地震ね、被災地の人が TR3B がスパーク落としたって見てるはずやから、絶対に騒いでるはずです。それがないんよね。で停電っていうのはトランスがポンって燃えることによって停電になる、停電になることによって後でトランスが爆発する、そういう可能性はある。で逆に言ったら、地震が来る前にスパークバーンしてから
電気が全部消えて、でか揺れたんやったら、まあ人工地震疑ってもいいか分からんけど、こんな大きな地震は来へんのね。いわゆる大きで地震じゃあ震度3とか4ぐらいまでやと思うね。震度6強なんてあんなね、TR3B からのスパークで起こせることはないしね。で地震の波形、を見ると P 波と、S 波、プライマリー波、セカンダリー波ってあんねんけど、 P 波が一発バーン触れんねん、人工地震の場合は。でセカンダリー波がバラバラ、要は一発ドーンって爆発させてからやるね。でそうじゃなく、近くやったけど遠いところやったらよくわかんないけど、一発目の P 波が来て、セカンダリー S 波が来てる波形も出てるしね。あれ見る限り、よっぽどのバカじゃない限り、人工地震じゃなく自然地震でしょってわかるはずです。これ小学校4年生レベルの理科の勉強で習ってやるはずです。まあもちろんね、勉強自体が洗脳教育やれたらそうやねんけども、その中でも全く嘘ではない。地震の波形っていうのはね、嘘ではない。プライマリー波があってセカンダリー波がある、それを間違えてる、それも見てどう見てもあれは人工地震ではないです。そういう配信をするっていうことはね、みんなが引っ張られてしまうから気をつけないといけない。もちろんこんな影響力のあっちゃんがいても、そのあっちゃんのこと見てくれるかどうかわからへんけど、あっちゃん今回の地震は、自然地震やっていうことはこれからも訴えていきたいと思います、はい。それともう一つね、もう結構長くなったな、11分か、もう一個行こうか。もう一個ね、結構ね、この人も結構影響力のある配信者さんでね、まあ、中国のなんかサイトの方からの紹介してはる人やねんけどもね、中国で偽のワクチンが大量出荷されてる。でこれまあ、これは本当のことです。で、まあこれ、ツイッターでもよく上がってて、あっちゃんもそこちょっと乗っかってね、こうリツイートしたんやけども、中国からねどうも、生理食塩水だけのワクチンが大量出荷されてるっていう話が出てんねんね。で、アフリカの方でワクチャンで大量死亡したと。で、そういうことがあってね、そのワクチャンが、言うたら本物のワクチャンで亡くなったのか、中国から粗悪なもので亡くなったのか、だから気をつけてください、中国のは危ないですって言うけど、逆に中国のは生理食塩水やったらね、危なくないと思う。変な話ね、中国人がね作ったから危ないっていう偏見じゃなく、言うてみたら生理食塩水自体は悪いものではない。生理食塩水をワクチャンそっくりの瓶を作って、そこに生食を入れて送ること自体安全かも。逆にあっちゃん、もしワクチャンが強制化されたら中国のワクチャンを打つかもわからない生理食塩水やったら安全でしょ、逆に。ってあちゃん思うんやけど、それをね、中国のワクチャンが危ない、それでアフリカの方で大量に亡くなったっていうことは、本物のワクチャンの方が安全ですよっていう取り方もできるのね。だからこれこそもやっぱり陰謀論じゃないけども、間違えた情報じゃないのかなって、間違えた情報に持っていかれてるんじゃないのかなって。だからやっぱりね、影響力のある配信者さんってすごいそこ考えないと、本当に全てがね、陰謀論に思えてくる。あっちゃんは結構そういうところを調べてる方やけども、逆にそういうね、今のことを人工地震やって影響力のある人が騒ぐと、なんかもう陰謀論臭くない、陰謀論っていうか、もうその人の想像だけで話してんじゃないのかなって。実際物理的なこと、科学的なことを分かると恥ずかしくって、あれが人工地震って言えへんはずやしね。で逆に言ったら生食と、ワクチャンはかなり危ないです。何が入ってるのか言ったら、今回遺伝子を操作するね、遺伝子をいじくるような薬剤が入ってたり、で、子供から取った、胎児から取った何かが入ってるとか、で、言うたらもう、これはもう噂の域でしかないけど、ワクチャンの中には、チップが入ってて、マイクロチップが入ってて、ワクチャンを打った時点で人間の体をコントロールできるっていうのが入ってるとかね、そういう噂が出てる中で、どっちが危ないですか、生理食塩水とわけわからんワクチャンとね。っていうところで、そういう配信を影響力のある人がやっちゃうと、じゃあ中国の危ないから、ね、本当のワクチャンの方が安全なのかな、だから亡くなった人は中国ワクチャンなのかなって思ってしまうでしょ、偽物ワクチャンなのかなって思ってしまう。そういうところも危ないからね、やっぱりね、影響力あるイコール正しいんじゃないっていうことはみんな分かってほしいのよ、だから、であとね、トラさんが暗殺未遂されたんやって、また昨日かな、14日やね、15日か、大統領の日にね、ちょっとフロリダでうろちょろしとったらしいんだけど、暗殺未遂をされたって。でそこに弁護士さんが誰かが亡くなったみたいなことを言ってたんやけど、ちゃんとはっきり聞いてんねんけど、そんなことを言ってたんね。でその前にね、2月の、3日4日ぐらいにほぼほぼ全員逮捕した。で
もう悪は元気がないって言うてたのに、まだトラちゃんを暗殺できるんでしょうか。ね、なんかそういうところに陰謀論くさいの。だからほんまに逮捕されたのか、されてないのか。逆にトラちゃんが暗殺未遂されたのか、されてない。いや、まあ暗殺未遂されたって言うねんから、それは真実やと思うね。っていうことは大量逮捕されてないのかなと。やっぱり悪のサイトはまだまだ元気なのかな。だからあっちゃんはこうやって言葉を選びながらやらないと消されるのが怖いから。ね。で、ツイッターでもバンバンあっちゃんの知り合いが消されていってます。いろんな人がアカウント停止になってます。YouTube でも未だにやっぱりこういう系の話は消されていきます。あっちゃんも消された警告のとこ戻ってきません。うん。ってことは、まだまだやっぱり元気なんじゃないのかな。ってことは大量逮捕されてないんじゃないのかな。大量逮捕死刑されたとか言うけど、まだまだ元気なんじゃないのかな。どこまでが真実、どこまでが嘘。あっちゃんがこうやって調べていく中、あっちゃんがこうやってみんなに配信していかない中でも、こんなあっちゃんでさえ迷うから、これは一般の人迷っちゃうし、逆に陰謀論やってみてバカじゃないのって思うか、陰謀論っていうか、そっちを信じすぎてしまって、全てがね、考察してる、ね、人を全てが真実やと思ってしまう。かなり危ないところやね。で、実際、何回もあっちゃん言ったけど、悪はどこにあるのか。悪っていうのはダークサイドの親玉やね。ね、悪の親玉がおんねんけども、悪の親玉じゃなく、誰が悪い、されが悪い、これが悪い、あれが悪いって言って、言うたら根っこじゃなく、下々の者たち、ピラミッドの頂点じゃなく、ピラミッドの底ばっかりいじくってるのよ。もっと見るとこしっかり見ていかないと、トップを潰していかないと、絶対に、こういうのってなくならへん。だからみんなが見てるところってそういうところなんじゃないのかなって。だから、考察系の人とかで、逆にね、どこどこのね、誰々がこんな発言したよとか、ツイッターパーラ、テレグラムとか、いろんなそういうね、SNS の中で公式でつぶやいたことを出すのはいいと思う、ね、でも公式さんがつぶやいてもそれがほんまか嘘かわからへん。なんでかって言ったら、軍事行動なわけやから、表だってこういう情報って出てこえへんのよ。出てこえへんのに、それに対して言うてることだってほんまなのか嘘なのか。相手を撹乱させるために、相手を欺くには味方からって言うでしょ。だから、そのあたりも気をつけていかない。みんなを鵜呑みにしてしまうと危ないんじゃないのかな。あっちゃんも分かったことの情報ってのは出すよ。出すけども、やっぱり間違えた情報を出すのはダメなんじゃないのかなって。だから人工地震についてはもう、あっちゃんはね、怒りしかない。逆に。そういうことを言うと、本当にお目覚めした人たちさんも惑わされて、また眠っちゃう可能性だってある。で、一番、真実に気づいてないのが考察系の人なんじゃないのかなって思ってしまった。だからその人が、ワシントンから直接連絡をもらっててっていうけど、本当なのかなってあっちゃんも思うようになってきた。うん、確かにすごいいい話もしてるし、すごいなんか信憑性ある話はしてんねん、きっちりしてんねん、身なりも。のに、この人工地震一言で、あっちゃんはこの人ちょっと違うなって思ってしまった。でもそれが違うなと思わずに、すごいと思ってしまったらかなり危険やねん。逆に間違えた情報を引っ張れてる。絶対にこれだけあっちゃん言います。311は人工やったかもわからへん。いや、人工やったあっちゃんは隠しをしてます。でも、今回2月の13日、213、なんかあっちゃんの誕生日に近いけど、2月の10、誕生日近くはないけどね、関係ないけど、2月13日の福島の地震は自然地震です。うん、で、スパークは、あれは、電柱のトランスがスパークしただけです。もうそれ以外の何ものでもないです。だからみんな真実は自分の目で確かめてください。やっぱりこうやって調べていく。だからそういうね、ライブ映像、その時のライブ映像を見て、地理を調べて、そういうところを調べていくと、そういう原因ってあんのよ。だからこれあっちゃん、まあ事故鑑定にやっとってんけど、車と状況聞いたらダメやね。人の状況ね、引っ張られるから。だから車と相手の車、それとその事故った場所を見ると、どういう事故かって分かんねん。それと一緒で、今回のスパークと地震の状況と地震の波形と地理、まあ地理も Google マップやけどね、それを見てると大体分かってくる。これが真実じゃないのかなってあっちゃんも思います。皆さんも真実に惑わされず、自分の目で見て、ちゃんと頭で考えて、それを調べて考える、それが大事なんでね、入ってくる情報だけで惑わされないでください。ではまたね、バイバイ。真実は